楽しいことが大好きで、場を盛り上げてくれるまゆちゃんが4期生にいてくれてよかったです。ポジティブで前向きで絶対に努力を惜しまない子、そんな子が私の隣にいてくれて本当によかったです。レイちゃんがいるだけでパッと明るくなります。私はそんな無邪気なレイちゃんの姿に何度も救われてきたし、救われてきた人は大勢いると思います。実は不器用なことの方が多いカッキー、それでも何とかしようと思って先頭を走り続けてくれる人、プレッシャーを乗り越えてくれる強い人だとも信じています。セイラが4期生のことを話す言葉は誰よりも温かく感じます。心は繊細だけど、セイラが持ってる芯は絶対に強いはず。ユナの心の優しさは本当に本当に誰よりも一番だと思っています。何でもチャレンジする姿は4期生だけではなくたくさんの人に影響を与えてます。かっこいいです、ユリ。私はリカちゃんから目が離せないです。クロミちゃんがいるだけでみんな笑顔です。それってクロミにしかできない才能だし、それって本当にクロミにしかできないこと。ライブ中の艶やかな表情、本当に自分を見せるのがうまいなとたびたび感じています。乃木坂を、4期生を思う気持ちが昔からずっとずっと素敵な人です。4期生のことをいつもダンスで引っ張ってくれてありがとう。心強いです。リハーサル中のみゆちゃんの姿を見てると、ああ家でめっちゃ努力をしているんだなっていうのが伝わります。4期生楽しそうだねとか面白いねとか言ってくれるようになったのはなおちゃんがいてくれたからです。ありがとう。さやかに無性に会いたくなる日が日に日に増えていきます。さやかは4期生にとって必要不可欠です。それぞれに輝き始めた16色の光、それが一つになった時、光は愛に変わります。みんな頑張ろう。聞いてください、4番目の光。